わかんなかったんだけど。え、寒かったからここで温まってたんだよ。びっくりした。だってさ、こんなんなって家、部屋の中にいたらさ、いないと思うよね。いないと思うでしょ普通。マジでびっくりした。なんかミーミー宇宙人にさらわれたかと思った。宇宙人、本当に本当にこれドッキリですか？違う、ちなみにさ、寒かったから温まってた。じゃあ改めておはよう。おはよう。はい、耳出した？ボールみたいな塔に行ったらさ、砂で滑ってさ、コンクリートの上で転んだ。あの石ゴロゴロしてたから。泣いた？うん、家帰ってきてから泣いたけど、外でも走って帰ってきた。タイツ履いてたの？うん、穴開いた。こんな、あら、大きい穴開いたね。うん。ああ、手も？うん。消毒するか。まだ遊ぶから。痛くないの？痛い。ギリギリする。おー、白いにゃ。あ、ママ、皮膚見えちゃってる。ちゃ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 。ミミ、よく転ぶよね。前もここ転んだ。これはね、これ手洗ってきた方がいいと思う、まず。でもタイツ履いてなかったらもっとやばかったかもね。うん、てかズボン履いてった方がいいんじゃない、遊ぶときは。うち自分でやる。まずここにつけて、それでポンポン。まずお手手は、あ、お手手だから大丈夫。洗った方がいいと思うよ、ママは。お手は大事。お、しみる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 。ちょっとティッシュある？消毒かけようか。いや大丈夫、いや大丈夫、いや大丈夫、いや大丈夫。コットンに消毒つけてポンポンするのがいい。まず洗った方がいいと思うよ、水で。なんかスタンプみたい。出てる？うん。噴水のようだわ。手から水が出てるわ。どこに砂がついてる？え、あー、やめて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 。今取れたよ。え、取れてないじゃん。これよく見てごらん。そのいっぱいあんじゃん。メンバーでしょ、どうしよう。届かない。ママやろっか。で、ママやっといた。
川じゃん。なんかサーモンみたい。押さえてよっか。ダメ、自分で。こんなでいいかな、もう。まだあるけど。1粒ぐらいいいよね。出てくるかも、自然と。あー、なんかすごい秘密じゃん。もういいよ。大丈夫？本気で押すんだよ。ママ、バイクで転んだ時こんなになったでしょ？もっとひどかった。なら大丈夫だよね。もう友達帰っちゃったかな。あ、公園に残してきたの？どうやろう。洗面所じゃなくて風呂場に行けばいいじゃん。結局最初にママが言った通りにしてんじゃん。最初からそうすればいいじゃん。どこ行くの？あ、違えた。そういうためにあるわけじゃない。お腹向かんね。うん、すぐね、あの床とか拭き掃除できるように。そう、優しく。よし、じゃああとは絆創膏に手伝ってもらおう。まず手だよね。貼ろうか。大丈夫。まず手こう。まずはここに1個。そんな風に貼るんだ。こう。いや、もっと真ん中に貼ればいいじゃん。こう。うん。そしたらここのところに血がいっぱいついてるよ。いいの？いいよ。なんか漫画みたいにバッテンにすればちょうどいいんじゃない？こうやってこういうところにバッテンができる。もうみみの足傷だらけじゃん。公園で走り回るときズボン履いた方がいい。え、走るんじゃなくてボールが吹っ飛んでったから追いかけたんだよ。だって公園で遊べばいつもさ走り回ってるでしょ。何の遊びしても。ええ、ね、こうこれ何やるか。靴下忘れてた。まあ、やめてください。結構忙しい人ですね。遊び行くんだね。パンソコしてるからビッチビッチビッチって感じ。どこ行くの？公園。行ってきた。あれも帰ってきたの？私いなかったんだ。あ、お友達いなかった？はい、自転車もなかったから多分帰ったんだ。じゃあさっきの工作の続きする？うん。忙しいですね。何作ってるの？ミニチュア自動販売機。へえ、すごいね。ね、ジュース作りたいけど、まだ印刷してオレンジの人か。待って、そんなに血出た。あ、でもここからさ出たんだ。出たんだ。あら、とりあえず今日ズボン履かないでさ、ちょっと乾燥させよっか。でも汚れたズボン履けば。汚れたズボンなんてないじゃん。で、これこれこれ。あ、そうね。もう今日そのまま履いてる。うん。で、冷た。ずっとこうやってやってたから。あ、だからビチビチだって、ビチってついちゃった。これ、こうやってゴシゴシしてて、うん、ただ、でん。ってみて、うん、ってやってみた。ねえ。だからお急いでした。あとでママがそれを綺麗にしてあげる。じゃあこれ、え、何これ？バイバイ。はい。